Bonjour! Je m'appelle Fignon. 今日はなんでだと思いますか？復活のフュージョンのゴジータ待望のわからない書いていきましょう。いつもと同じなんですね。シルエットを描きます。シルエットを描いたら洋服を着せます。この後ろに回り込んでるイメージをちゃんと作ってください。袖は袖、服の長さはこれぐらいですね。顔はこんな感じで、前髪は 目よりちょっと下のくらい長めがいいと思います。で、おでこは M 字です。 M 字、ここはベジータ受け継いでますね。髪のボリューム少し多めにしました。こうしつこいようですが、こう回り込んでるイメージで、ここにちょっと隙間があります。ここからチラ見しているところがフェチポイントですな。腹筋を描いて、基本的に肩がちょっと見えるくらいですね。で、このゴジータは黙ってる感じの、冷静な顔がいいと思います。職人のような、はい、これオーラフです。天使の輪も忘れないように。それでは、いろいろなことに気をつけながら清掃していきましょう。輪郭が結構うまくいくとテンション上がりますね。 M 字のこの下のラインぐらいから毛が生えていると。
ここにこう、ここが眉間の出っ張りっていうことを意識して、ここに眉毛のが来るように、眉毛のライン、眉毛の先が来るようにしてください。もうちょっと人には小さくてもいいのかもしれませんね。ベクターレイヤーだとこうやってちょっとずつ、ちょっとのニュアンスをこうやっていじれるので大変便利でございます。ふわふわの空気を含んだような、そんな髪型を意識するといいかもしれません。こんな感じですかね。視線がどうも決まらないので、これはちょっと後回しにしましょう。では首をかいて、フュージョン、服装を描きます。ここがこうつながってるってしつこいです。そう意識しないと、こことここがこなって全然場所が違ったりするので、ここを気をつけましょう。で、ここが少し空いていると、このここに立体感をつけたい人は立体感をつけてください。で帯を描くと、結び目が片っぽにだけあります。まっすぐを見つめていた方がいいかもしれないですね。こんな感じで調節しました。ひとまず線画はこんな感じで終わりましょう。軽くじゃあ色を塗って塗ります。
立体感を意識した影付けをしてください。そうすると込まなくても結構かっこいい感じになったりしますね。何か忘れていますね。天使の輪でした。はい、ではこんな感じですね。このチャンネルではこのようにささっと絵を描いて少しでもヒントになればいいなと思ってやっているチャンネルなので、もしよかったら登録をお願いします。ありがとうございました。さようなら。